こんばんは、たべけんです。空白依存、空白依存症プレゼンツ。私を構成する42枚から1枚ずつ、紹介していくラジオ第4回となります。前回ですね、このオープニングでですね、私を構成する24枚と言って、言い間違えてしまってましたね。聞き直したら。あとちょっと前回のこのアジカンの動画がですね、ちょっとノイズがかなり多くて、まあこれスマートフォンで撮ってるんですけど、ちょっとスマホを置く位置を、まあスマホで撮ってるっていうか車の中でスマホを置いて撮ってるんですけど、ちょっとこう置く場所がちょっと悪くてですね、私が体を動かすとですね、その音が入ってしまうという絹ずれみたいな音がね入ってしまっていて、非常に聞き苦しいところもあったと思いますが、まあ、撮り直そうかなとも思ったんですけども、ちょっとね、まあ、後半は割とこうノイズが入ってる部分が少なかったんで、まあ、そのまま、編集もせず出してしまいました。まあちょっとね、長かったんで前回はサクサクいきたいと言いつつもね、長くなってしまいますね。こう長くなる理由というのが、まあ、バンドの紹介から入るからですね。このバンドを知らない人に向けて、このバンドっていうのはどういう音楽性のバンドなのかみたいなところから説明し始めるから、まあ、ほぼほぼなんかこう全体像の説明に時間をかけてしまうというのがね、あるなというのをちょっと自分で聞き返して思っております。で、まあ、今回は、ストレイテナーのタイトルという2005年のアルバムになっております。ストレイテナーはですね、まあこの過去3回やってきたバンドと、まあ同世代ぐらいの、00年代の日本のギターバンドの、まあ一角という感じのバンドですね。まあ今まで喋った中だとシロップ16グラムはちょっと先輩になるのかな、ちょっと上の感じもあるんですけど、現にこのストレイテナーの堀江さんはシロップ16グラムの五十嵐さんを先輩として慕っていたという話もあって、まあ、この辺はなんかこう芸人のね、なんかこうどっちが先輩、どっちが先輩で、ここ同期でみたいな、でもここはみたいな、そういう関係性とちょっと似てるような気もしますけども、まあまあ広く言えば同世代ぐらいかなという感じがいたします。特にアジアンカンフージェネレーションとエルレガーデンとストレイテナー3組のでまあ絆がありまして、まあ、エルレガーデンはね今回のリストには入れてませんけども、まあこうアジカンの主催するイベントフェス、ナノ無限フェスというのにね、まあたびたびほぼ毎回呼ばれているというような、まあそういう絆、ここの3組だけはちょっと特殊なつながりがあったりもしますが、まあそれでですね、ストレイテナー、まあ今回ちょっとストレイテナーね、まあ今25周年のツアーが始まったところっていうのもあって、まあ自分の中でもちょっと聞き返したいなみたいな気持ちもあったりしてっていうところなんですが、これねストレイテナーってなんか音楽的に語られることが少なくありませんかというのをちょっと思っていたんですね、ずっと。でいつかブログとかに、まあなんていうのかな、レビューというか感想、アルバムの感想みたいなのを書き連ねるシリーズとかもやってみたいなと思ってはいたんですけど、まあまだ やられてないんですけど、でそうこうちょっとで、でも実際結構人気あるバンドでもあるんですよ。まあこう25年解散もせずメジャーレベルでこう生き残ってきたっていうのはすごいことじゃないですか。で実際武道館公演も2回やっているんですよ。うん、多分2回、うん、でそういうバンドにもかかわらず、なんかあんまりこう音楽的に語る人ことが少ないこと語られることが少ないような気もしていて、でまあ例えばそのまあいわゆるこういうロキノン系みたいな、今で言うとホーロっていうのかな、あんまり好きじゃないけど、まあロキノン系みたいなバンドって、まあなかなかこう音楽的に語られることが少ない、いわゆるその洋楽
とか聞いてるような層と音楽、まあまあなんていうのかな、リスナー層が被ってないからっていうのはあったんですけど、今例えばグレープバインとかかなりこう語られてる感じしてるんですよね。もうまあようやくっていう感じだと思うんです今で。ピープルインザボックスとか、ノーベンバーズとかがかなり、まあ僕、まあ、今回のリストにピープルインザボックスは入れてますけど、その僕が本当にその2009年とか10年とかにすごく愛聴していたバンドが、なんか今になって、まあ、音楽性の変遷はありますよ。特にノーベンバーズとか、あのなんか今になって、まあ、こう洋楽とか聴いたりするような人たちに、まあ、いわゆる音楽評論みたいなの人たちとかにこうなんかこう評価されているっていうのがすげえ嬉しいことでもあるんですけど、なんかちょっともどかしいというか、いやなんか俺10年前の路線の方が好きだったというか、まあ10年前にそのバンドにめちゃくちゃ聴いててめっちゃいいよってずっと言ってたじゃんとかいう気持ちは、まあ、なきにしもあらずなんですよ。でもまあそれってでもすげえすごいバンドの体力があるって生き延びてきて、でまあだからこそ起きた、まあ、素晴らしいことでもあると思うんですが、まあ、ストレートだってそういう状況にはないかなっていうのもあるし、例えばその先ほど、まあ、同世代のこのアジアンカンフージェネレーションであったり、エルレガーデンっていうのはまあこうロックシーンを背負った立場にあると思うんですよね、2000年代で。こういう人たちはやっぱりその語ら、まあ、音楽的にというか、まあなんていうかな、ある種その語られることっていうのはあると思うんです。ここまであそこまでそう背負ったりセールスが伴うと、まあ、バンプオブチキンとかもそうですよね。あとまあその言葉を、いわゆるその歌詞が評価され、歌詞に人気がある人っていうのかな、バンプみたいな、ああいう対象もまあ評論の、いわゆる評論の対象になると思うんですけど、なんかストレートナーってまあここは難しいところなんですけど、まあなんかこう一般的にはそのストレートナーの歌詞むっちゃいいみたいなファンってそんないなさそうなバンド、まあいるとは思うんですけど、いなさそうなバンドでもあるわけです。だからそこはいわゆるアートスクールとかシロップ16グラムとかとも違ってるから、こうなんだろうね、まあどの層が聞いてんのみたいな、うん、でも武道館2回やってんだよねみたいな、うん、これどういうことみたいな感じは、まあ僕はもうめっちゃファンなので、そのまあ普通に大好きなバンドの一つ、大体アルバム全部聞いてるしみたいな感じなんですけど、まあなんかこう外側から見ると、ファンじゃない人から見るとこうなんかこうどうなんだっていうところあるんじゃないかなと、まあ勝手に思っていて、まあこうストレートナーを音楽的に語らなければならないのではないかということは、まあもう十数年考えているということで、まあ僕もそれができる人間かどうかっていうのはちょっと怪しいところではありますけどねっていう、まあ今回ちょっとチャレンジしてみようかなというか、まあそのチャレンジのまあこう試作みたいな感じ、試作段階みたいな感じでちょっとお送りしたい、お送りできればなと、思っておりますが、思っておりますと。で、まあ、どっから話せばいいのか、まあストレイテナーはですね、まあうん、どうしようかな、まあ最初はですね、2人組のロックバンドだったんですよね。で、まあ、インディーズ時代と捉えていいと思うんですけど、こう、まあ、ギターボーカルとドラムだけですね。で、結構ね、まあ、その時の音源っていうのは、まあ、もう再発されてない、廃盤扱いのものが多いんですが、基本的に今でも聞き、まあ、手に入手しやすいのが、アーリーイヤーズっていう、もうインディーズ時代、2人時代のベスト版ですね、があります。で、これは公式サイトにも載ってない、いや、今ちょっと確認はしてないんだけど、前に確認した時は、公式サイトのディスコグラフィーには載ってなかったんですけど、普通にライブに行ったら物販で売ってました。で、まあ多分なんかインディーズのレコード会社が、に、まあが、勝手に出したのか、まあ勝手になのか、ちょっとそこら辺はちょっと分かんないですけど、ただその、アーリーイヤーズはすごい素晴らしい編集版になっていて、まあ僕今回のこの42枚にはタイトルってアルバムをあげましたけど、まあアーリーイヤーズ、普段、例えば9枚とか10枚とか上げてくれって言われたら、結構アーリーイヤーズを選んでることが多いんですね。で、まあこう、このストレートナーの、まあ、
良さというのは、まあ、音楽的な振れ幅が非常にあるというか、あのバラエティ楽曲が、まあ、バラエティに飛んでいるというところですかね。2人時代の時点で、まあ、2人でやってるからかなりシンプルな構成になってる。難しいこととかはしてないんですけど、でもそれでも例えばまあその結構英語詞で歌って疾走感がある曲とかが結構あって、まあ明らかにまあメロコアの影響がある曲っていうのがあって、そのまあストレイテーの堀江さんはですね、まあ、今アスパラガスっていうバンドをやの、まあ、前身のキャプテンヘッジホックっていうバンドとかを、まあ、すごいその、リスペクトしていたり、まあ、リスペクトっていうか本当ね、堀江敦史の、あの私を構成する9枚とかに入ってるんですよね。まあ、あとロー IQ1 っていう、まあ、これもまあメロコアとかエアジャム周りの、まあ、アーティスト、まあ、僕も好きですけど、そういうものに影響を受けてるところはありまして、で、あとガレージロック的なアプローチとかも今時点にしていて、まあはっきり言うとミッシェル・ガン・エルファントの影響です。でミッシェル・ガン・エルファントの、まあ、あのシスコとかああいう系統のサタニック・ブンブン・ヘッドとか、あのああいうショートチューンっていうか、なんかこう単語だけ叫んでるショートチューンじゃねえか、そういうああいうチューンに影響を受け、明らかにあれのに影響を受けた曲とかも入ってたりしますね、このアーリーイヤーズには。まあでまあもちろんでも UK ロックとか、まあ、パワーポップエモみたいなもののまあ影響っていうのももちろんあって、まあそこら辺はこう日本語のギターロックっていう感じの、まあそういう曲もあるっていうような。でまあシンセ派入ってたり、まあシンセベースとかね入ってたりね、まあ打ち込み的なものとかももうこの頃から入れるのに、まあ楽曲がそういう曲をやりたいんだったら躊躇なく入れるみたいな感じの印象がありました。でだからもうなんかそういう振れ幅がすげえ僕は好きなのと、日本語詞でが、まあ、日本語詞の曲がまあなんか FF とかドラクエとかをこうなんかこうから剥ぎ取ってきたような、なぜかこうファンタジー的な歌詞を書きがち、まあ、最近は本当ねないんですけど、あんまり。そうですね、あのだから4人体制になったぐらいの時まではかなりそのやっぱ歌詞はファンタジーみたいなのが多くて、この独特なファンタジーの世界観が実は僕はすごく好きだったというか、もう影響を実はめっちゃ受けてて、先ほどだからそのあまり歌詞が重要視されてないバンドだって言ったんですけど、こう本当だったのかって、いや僕もそういう認識だったんですけど、本当だ今人生を自分の人生を振り返ると本当だったのかみたいなところはある、実はっていう。でそれはもう今回42枚のうちに上げさせていただいたこのタイトルっていうアルバムでもまあすごい発揮されている感じがしますね。そうなんかこうなんか色のない世界にある瞬間から色がつくみたいなそういうなんか歌詞ばっか多いし、いわゆるなんだろう、まあそういうモノクロの世界とかに色がつく、忘れてた記憶をふとした瞬間に思い出すみたいな、なんかそういうところにエモーションを感じさせる、バンドではありますね。ちょっと待ってください。ですね、今ちょっとあの車を止めてる公園的なところにですね、あの録音してるこのねところにですね、車の前にちょっとあの家族連れの人が来てて喋ってたから一回止めましたちょっと声入るかなとか思っちゃって、ですね、じゃあちょっとあれですね、タイトルの話ですね。タイトルというアルバムは、メジャーセカンドアルバムで、まあインディーズ時代は2人だったんですけど、このその後メジャーデビューした時も一応まだ2人なんですよ。ファーストアルバムはロストワールズアンソロジーっていうアルバムなんですけど、でももうこの時点で、まあ、アートスクールのベーシストであったひなっちがもう入っているんですよね。まあサポートということでほぼ全曲、確かちょっと全曲だったかどうかあれですけど、ほぼ全曲ベースをもうすでにひなっちがサポートとして弾いているはずです。
なんですけど、まあこう2人で曲を作ったものに後からベースを差し、なんかこうベース入れてみたみたいな感じ で、このセカンドアルバムのタイトルから、まあ、正式に3ピースの作品、3ピースロックバンドの作品ということになっていて、まあこう本人たちもこれがなんかこう最初の起点だみたいな、まあ、ドラムの中山さんとかが言ってたような気がしますし、ちょっと何年か前にこのタイトルの再現ライブをやってたりもするので、非常にファンからも人気が高いアルバムだと思いますし、まあこうザ・ストレイテナーというか、ストレイテナーってどんなバンドって言われたら、まあこんなバンドだよっていうような曲がいっぱい入ってる。まあちょっとギターが強音だけどメロディーがはっきりしててキャッチーで、歌詞はなんかこうさっき言ったファンタジーみたいな、そういうこのモノクロの世界にとある瞬間に色がつくみたいな、そういうこと、そこになんか美しさと悲しみみたいなのがなんか浮かび上がってきますみたいな、まあこう、まあそういうね、こうなんていうのかな、個人的な体験とかをまあ入れ込む場合もあるし、最近はこう最近の堀江さんの歌詞は入れ込むんだけど、なんかそういう感じじゃなくてね、アジカンのゴッチにはなんか同世代のその作詞してる人で最もなんか感情を込めないタイプのなんかこう作詞家とか言われてますけど、でストレイテナーはその後何作か出した後に、まあ4人体制ギター、これはまた元アートスクールのギタリスト大山潤が加入して、4人体制になって、まあもう4人体制になってからもう十数年経つって感じですね。で4人体制になった頃もすごいいいんですが、まあ、ざっくり言っちゃう、音楽性をちょっと変遷をざっくり言っちゃうと、まあその4人体制になった頃、ネクサスってアルバムがあったり、クリーチャーズ、その次クリーチャーズってアルバムが2010年ぐらいだったはずなんですけど、このあたりはかなりこの、まあ堀江さんは US インディー、00年代の US インディーとかにかなり傾倒していて、まあ実際僕もその、堀江さんがなんかおすすめしていたということで、あのピンバックっていうね、アメリカのインディーのバンドの CD を買って好きになったりとか、あとそうですね、ライトニングっていう曲この辺で出してるんですけど、その時はあのデスキャブ4キューティーっていうイギリスじゃねえな、アメリカね、アメリカのインディーバンドの、まあ、来日の前座をやったりとかしてますね。で実際こうそういうインディー趣味みたいなのは、まあ、エントっていう堀江さんのソロプロジェクトで、まあインディーというかポストロックっていうか、まあほんと僕が最近ハマってるアルバムリーフとか、ああいうのをもうちょっとこうインディーロックっぽくしたような、ああいう路線のものをまあ始めたりとかしてて、まあ、そういう時期だったんですけど、だから僕そういう時期、その辺の時期までのストレイテナーはやっぱずっとすごい好きだし、まあすごい音楽的に豊かだったと思うし、なんかあの頃やってた、特にその、その後まあセルフタイトルのストレイテナーってアルバムを出すんですけど、それに入ってるなんだっけ、バンダリズムだったかな。あれ出た時かなり、ああもうストレイテナーこれ、かましてきたな、みたいな。こいつら、なんか本気だぞ、みたいな思ったんですよ。いわゆるその、インレインボーズの前半、初めの方に入ってるような、レディオヘッドみたいな曲を、もうちょっと衝動的に、ストレイテナーが演奏し直したような曲で、なんかこれはかましに来たなと思ったんだけど、多分あの曲を評価してるファンそんなにいないと思うんだよな。あれも良かったんだよな、同じアルバムじゃねえや、前のアルバムだけど、そのクリーチャーズってアルバムだけど、あのマンライククリーチャーっていうクリーチャーズかな、うん、あのなんかこう本当にアコースティックなインディーロックみたいな歌物から始まって、でドラムはループで、でそのでもなんかこう途中からなんかトランスみたいな、爆音のトランスみたいになる曲とか、なんかあれは結構そのインディー趣味みたいなものが発揮された、インディー趣味が発揮されてるけど、ストレイテナーのこのキャッチーさっていうか、ちょっとエモさみたいな、分かりやすさみたいなものは少しまだ残ってるみたいなところがすげえ良かったですね。でもなんかあの辺をまあなんか音楽的に語れる人はもう俺しかいないのではないかという思うんだよな。で、そう、ストレイテナーって、まあ、支持されてる理由は多分こう普通にライブがなんかこうエモくてぶち上がれるみたいなところがあるんじゃないかと思うんですよね。
なんかこう、なんていうのかな、すごく洋楽的なバンドなんですよ、本当は。最近知り合いと話した時も、いや、いわゆるドメスティックな影響実はあんまりないでしょ、ストレイティナーっていう。それの割に、いわゆるその洋楽ファンみたいなところからは評価されないよね、みたいな。いや、確かにその通りだなと俺はもその時思ったんですけど。まあなんかこう、キッズなんですよね。やっぱちょっとメロコアの血みたいなのちょっと入ってるから、なんかこう、キッズ感あるっていうか、でもキッズ感あるにしては、結構その静かなバラードとか、なんか本当にインディーロックシューンみたいな、割とこう繊細な曲とかもやるし、だいぶその、キッズバンドにしては悲しみを歌いすぎてるみたいなところもあるし、難しいんだよな。だから、で、ファンもなんかこう、いろんな、まあ本当だから、ダンス、四つ打ちのダンス曲とかやるときもあるし、なんかそういう振れ幅をファンは結構楽しんでる感じもする。あ、こう、今度はこう来たんか、みたいな。その感じが俺すごい好きなんですけど。で、まあ変遷としては、まあ4人体制はずっと続いてるんですけど、今まで。2016年にコールドディスクってアルバムが出てて、この辺は、まあこの次の、その次のフューチャーサウンドトラックだったかな ?2018 年。このくらいはちょっと僕、ちょっと離れ気味というか、まあコールドディスクの、ツアーには行ったんですけど、まあ、フューチャーサウンドトラックすごく良かったよっていう人も俺のタイムラインでいるし、まあなかなかあれなんですけど、こう、まあ好きな曲もあるんです。ちょっと打ち込みっぽい曲というか、そういうのは結構好きなんですけど、まあ、ありていに言うなら、ストレイテナーの J-POP 化みたいなところにチャレンジした、まあ数年間だったんじゃないかなと思っていて、で、まあ、いわゆる US インディーとかっていう、いわゆる、まあ、雑に言うと、海外のロックがだいぶ下火になって、参照するものっていうのがあんまなくなった時期でもあると思うんですよね。で、実際その時、堀江さんはなんかこう、日本のバンド、後輩のバンドとかに目が向いてたという感じ。で、ワンオクとか、フォーリミとか、普通に多分、対バンだったり褒めたりとかしてたし、まあ、片やね、あの、寝言だったり、あとね、なんだっけ、あの、夜逃げとかも褒めてたし、で、ホームカミングスみたいなのも褒めてた。うん。やっぱさすが堀江さんだなっていう感じしますよね。その、キッズっぽいものから、インディっぽいものまでみたいな。なんかすげえ、さすがやなとか思うんですけど、なんかこう、日本のバンドの方がおもろいなみたいな、ロックが死んできたから、じゃあの、世界的には。みたいな時期だったのもあるし、まあ俺もさっき言ったそのコールドディスクっていうアルバムの時のツアー行ったら、ディスコグラフィーっていうそのディスコとか、まあ四つ打ちの、こう、まあギターロック四つ打ちみたいな、すげえいい、もうめちゃ、まあライブでもう絶対よくやってる曲があるんですけど、あれを、まあ、EDM アレンジみたいな感じにしてて、まあやっぱこう、これもまあ、アジカンのゴッチに、まあ全員新しいもの好きだもんねみたいなこと言われてるんですけど、ストレイテナーは。なんか、まあ、EDM がちょっと苦手だった僕はもう激苦笑みたいな感じだったんですけど、実際なんか、なんかのシングルのカップリングにあるんですよ。ディスコグラフィーの、いわゆるその、なんかこう、周年ミックスみたいなのがあって、まあそれなんですけど、まあそれはまあね、思ったより EDM、バキバキ AD、もうザ EDM みたいな感じではなかったけど、明らかに EDM を意識したアレンジみたいな感じだったかな。だからちょっとその、まあ、そういう時期だったんじゃない、そういう時期で、まあ実際キャリアもあって、まあこう、まあ4人で生き延びてきたねみたいな、まあその、それはね、もう10年ぐらいからずっとそういう歌詞なんですよ。あの、なんか、俺たち生き延びてきたな、みたいな、まあいろいろあったけど、みたいな。まあ、なんたって半分、メンバーが半分アートスクールですからね。なんか、まあ俺ら生き延びてきたね、みたいな歌詞が結構続いてて、そういうモードだったから、まあなんかだいぶ丸くなってきたっていうか、でそれでその J-POP みたいなものにトライしようとしたんじゃないかなっていう感じはして、まあそれで実際その新しい代表曲となったのがシーグラスっていう曲で、だからまあシーグラスが、うん、今代表曲シーグラスなんじゃないかな多分。これができたから全然その、ある種成功ではあると思うんですけど、なんかこう、なんだろうな、ギターロックが好きだけど、J-POP が苦手な僕としては、なんかこう、
これどうしたらええんやろって、まあ、歌詞もどんどんそのファンタジーじゃなくなってくし、なんかやっぱ歌詞の面白さってやっぱあったかもしれないですねってこう振り返ってストレートな思いました。あのインディーズ時代にあの戦士の屍のマーチっていう曲があって大好きだったんですけど、本当歌詞が面白くて、まあ僕がバンドをやって曲を作る際にもああいう歌詞の面白さみたいな固有名詞がなんかいっぱい出てくるみたいな、なんか何かの物語になっていそうな感じがするみたいなのってすげえ実は影響を受けてたんだなとこう振り返って思いました。で最新作でちょっとねやっぱ震災じゃねえや、まあコロナね、コロナか、コロナで何年もライブがね停滞するっていうこのフラストレーションが溜まった最新作溜まったからこう結構マイナー調で激しいみたいな曲が、結構あるアルバム、2年前のアルバムが、まあそんな感じで、なんかそれはねちょっと戻ってきた感じがしましたけどね、俺の好きなストレートな戻ってきた感があるのと、まあちょっとさらに言ったらその前かその後かその前か、ブランクマップっていうミニアルバムで出した時に吉祥寺っていう曲があって、まあそれがリード曲だったんですけど、実際そのいわゆるインディーズ時代に吉祥寺に住んでこう夢を持ってバンドをやってきたみたいな自分のヒストリーみたいなのをこう語る曲で、ある種 J-POP 路線、ストレテナーの J-POP 路線のそのまあ一つの決定版みたいな曲でもあるんだけど、やっぱりこうこの人詞書けるじゃんみたいな、なんか確かゴーイングアンダーグラウンドのあの松本壮さんがストレテナーがそういうブルースを歌うとは思わなかったって、まあ、この時のブルースっていうのはまあいわゆるなんていうかな人生みたいな意味だと思うんですけどって言ってたらしくて、ああ本当そうだよなと思って、だから言葉の人ではないはずなんだ、だが実は言葉の人ではない仮説っていうのをね今ここでねぶち上げようと思いますけど、でもまあうん、まあでもこうやっていろんな変遷がありつつ、まあちょっと離れた時期というかあんまり最近のストレートなようわからんなみたいな時期がまあ4年ぐらいありましたけど、まあ何やかんやっぱ僕のヒーローのバンド、ヒーローの一つ、まあ何だと言えばね、あの喉というかね声がね好きなんですよね、あの歌い方とかで、まあこうフラットな感じ、まあ俺も結構メロコアの話とかたまにするじゃないですか、メロコアに何だろうな、なんていうの、周りが結構メロコア好きだったみたいなのもあって、まあ、この話は多分どっかですると思いますけど、この42枚のラジオの中でそういうものの影響を受けつつも、まあ本当はナンバーガールとかアートスクールとかシロップ16グラムとかヒゲとかをちょっとそのブラックでだったりダークだったりしたものを一人でシコシコ聞いてるみたいな、そういうなんか大学生の時そういう感じだったから、なんかそのまあもちろんそのね UK ロックみたいなものだったりエモみたいなものだったりに傾倒していくわけで、なんかそこら辺のを行き来するっていうか、そのちょうどいいバランス感覚みたいなのがなんだろうな、そこが結構ストレテナーのなんかいいところでもあるし、まあちょっとハマってない人にはなんか器用貧乏に見えるところなのかなとは、中途半端なバンドっていうか、まあどういうバンドかよく分かんないっていう、まあそういうところあるのかなという思いますね。まあでもまあ今回はちょっとタイトルというまあザ・ストレイテナーみたいな、こうビメロバンバン続くでみたいな、まあ、音はねやっぱねあの時代に撮ってるからそんないい音ではないんですけど、まあ独特のサウンドではありますよね。まあそういうこうあのアルバムをね選ばせていただきました。まあ次タイトルの次のアルバム Dear Dead Man って1年後のアルバムは、一応代表曲であるメロティックストーンがねスマッシュヒットしたアルバムですけど、これもまあいいです。これもねバラエティに富んだストレートなって感じで、まあ Dear Dead Man から入ってもいいみたいな感じもありますね。 Dear Dead Man の次はリニアってアルバムか、リニアも俺は好きだけどちょっと暗い、まあちょっとその攻めた曲も入ってるけど、まあリニアもなんかこうバラエティに富んだというか、もうなんかガレージやグランジロック、グランジみたいなものから、あピアノエモから、なんかこうポエトリーリーディングで暗い、ほんとなんだろう、暗いアルペジオが続いて、なんかポエトリーリーディングがこう淡々と進んでいくみたいな曲から、もう1曲目打ち込みだったりするし、なんかこれやっぱこのね振れ幅がね、なんかこう雑色性というか好きかなと
と思いますんで、タイトルは割とこう統一感ある感じっていうか、まあ、全部そのビメロ強音ファンタジーギターロックで埋め尽くされてる感じだとは思いますけど、まあ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 そんな感じでしょうかね。これちょっと良さが伝わればいいな、それってな。ということで次回はですね、ビートクルセイダーズですね、アスパラガスとのスプリット版ナイトオンザプラネットになりますか。これねー、これねーということですね。次回も聞いてくれたら嬉しいです。タブキンでした。